どう落とし込む、今言ってることでピンときてる部分、よく分かってない部分、いろんなものがごちゃ混ぜになってると思うんだけど、うん、何どうして理解につなぐか、何どうして腑に落ちるに持ってるのか、せっかくの君の読解力を生かすんだったらそこに持ってきたい。もう一個ちょっと向き合い方、アプローチの仕方に意識持ってってみて。